はい。それでは、おはようございます。ますえーそすえー、それでは、教育を実現する会、前原代表定例会見を行います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。えー、っと、まず、う今日の12時からですね、えー、会派の勉強会を、えー、制作、う勉強会を開きまして、えー、オールフォーオール l の、お 話を私からさせていただきま,すまああの統一解放を組むにあたりましての、えーまあ、合意事項というのは、まあ、政策的にはオールフォールの考え方を共有する、えー、そして労働法制についての考え方を共有するそして全、えー、世代型の教育無償化の法律を共同提案すると、まあ、いうことが3つの 柱であったわけでありますけれども、この法案につきましては、ほぼ今日で確認ができるということでございまして、会期内の共同提案というものが視野に入ってきたということであります。労働補正については、かなり考え方は共有されてまいりましたし、あとはどのように 確認をするかということでございますし、まあ今日私がお話をするオール・フォー・オールの考え方について、まあ、維新の皆様方がどのように、えー、お考えになれるか、えー、汚なくそういった意見というものを聞かせていただきたいというふうに思っています。えー、次にまあ政治改革でございますけれども、まあ、あの自民党と公明党が与党でありながら、連立与党でありながら、 まとまった案を出さないということはびっくりをいたしましたし、そこまで、公明党も、覚悟を持って、法案を出されたと思っておりましたけれども、ほぼ自民党の回答はゼロ回答であるにもかかわらず、ま、3年後の見直しをするということでありますが、ま、公明党がそれで、え、了とする方向であると、 いうことについては、あまあ、極めて強い違和感を感じております。まあ、今回の水素金の問題については、安倍派、二階派を中心とする裏金の問題でありますし、またその裏金をもしかしたら減衰して、えー、いわゆる寄付の還付を受けているんじゃないかという疑惑も もたれ始めている状況であります。にもかかわらず、えー、政策活動費、そして企業団体献金、そしてパーティー、えー、また給分通費に対しては、ほぼ野党側に対してはゼロ回答ということで、まあ、四文字でい熟語で言うと、抗眼無知というのが最も適した言葉ではないかと思います。そして、 まあ、公明党さんの対応というものを四文字熟語で表すと、まあ、協定同値並びに、まあ、経年劣化。つまりは、連立の経年劣化というものが、極めて、えー、激しくなってるなという感じがいたします。えー、公明党は自民党のブレーキ役、あるいは政策の推進役を自負されていた、 と思いますけれども、えー、連立与党でありながら共同提案をしてないにもかかわらず、ほとんど変わってないのに、それについて合意をするということはですね、まあ、連立政権の、まあ、これも、四文字熟語で言うと、機能不全になってきているんじゃないかなという気がいたします。まあ、あの、噂の話でありますけれども、 公明党の OB の方々が昨日来られて、えー、かなり、えー、叱咤されたと、えー。激励ではなくて叱咤されたという話を伺っておりまして、えー、何をしてるんだお前たちはと。言、まあ、うぐらいの勢いであったという話を聞いておりまして、まあ,あ、連立を組まれた初期の先生方からすると、まあ今の連立っていうのは本当に機能不全であり、 えー、経年劣化だというふうに感じ取られるのではないかという気がいたします。まあ、あの会派の役員会を昨日開きましたけれども、えー、やはり自民党の回答というものはゼロ回答に近いということで、まあ、しっかりこの点については、野党でも足並みを揃えて、えー、そしてわれわれ要求を求めていくという点を確認したところでございまして、 まあ、しっかり、ええー、まあ、今日が木曜日でありますけれども、まあ、おそらくも来週になるんじゃないかと思いますけれども、ええー、委員会採決本会議はですね、まあ、しっかりと、おまあ、徹底追及していきたいと、まあ、こう思っているところであります。まあ、あのー、別に我々は解散総選挙というものを前提に常に動いているわけではありませんけれども、これ、か仮に解散総選挙をすると、 本当にこの自民党に対する不信感というものがかなりあの極みに達してるんじゃないかっていう私は気がしていましてにもかかわらずここまで鈍感になれるものかということをまあ感じています呆れています、えー、そういう意味では は、まあ、自分たちのお金の蛇口を占めるということについてこれほど抵抗が強いそして自民党の中はあまあ不協和音というか全くまとまっていない状況だと伺ってますので、えー、与党の手を成していないということであります、えー、まあ、政治改革については、えー、我々の要求というものをしっかりと、えー、要求を続けていきたいというふうに考えております そして三番目でありますけれども、おまあ、定額減税でありますけれども、まあ、あのー、給与明細にかけということについても驚きましたけれども、まあ、官房長官のですね、6月中に手続がされなければ労働基準法違反という言葉にも、えー、これもまた、経典同知であります。えー、現場のことを分かっておられない。 つまりはあ、手続きをする自治体、あるいは中小零細企業、中小零細企業でありますと、経理担当者は一人とか数人なんですね。それでこの手続きをしろというわけでありますから、えー、まあ本当に現場が分かっていないなとあ,あいうふうに思っていますし、えー、何か押し付けの定額減税。原資はこれ税金でありますので、 国民が、まあ、現状するということであれば、それについてもらう権利があるものでありますけれども、まあ自分たちで給与明細にかけとかですね、あるいは6月中に徹をしなければ、労働基準法以外に問われるとかですね、まあこういったあ、上から目線の圧力をかけるということは、まあこれは本当に許されないことであろうと思います。 まあ、一つ興味深かったのは、あまあ、昨日財務省の幹部と、えー、雑談する機会がありまして、てっきり6月末に解散すると思ってたと。まあ、だからこの提額減税については、何らだ効果がないというものを分かっていたけれども、まあ、総理からの指示であり、えー、これを行ったけれども、えー、解散もできない状況になって、これをやらされる財務省というものもピエロだなと。 いうことを言っておりました。まあそういう意味においては、えー、国民も喜ばない。自治体も迷惑をしているし、経理責任者は、大変迷惑をされているということであります。そして、えー、4万円の減税以上に、えー、物価上昇、賃金の上昇以上の物価上昇、そして止まらない円安、そして、えー、マーケット、 と対話のできない日銀総裁と、まあ、いうことでありまして、国民にとっては不幸を続きだなというふうに思っておりまして、え何のための定額減税だったのかということを改めて問い直さざるを得ないんではないかと思っています。最後に、東京都知事選挙についてお話をしたいと思います。まあ、あの、昨日の会派の役員会の冒頭でも申し上げましたけれども、 まあ、蓮舫さんが出馬をされることになって、がぜん関心が高まったという意味においては、私は蓮舫さんが手を挙げられたことについてはよかったと、まあ、こう思っております。ただ、あまあ、非自民はいいけれども、まあ、共産党と組むんですかということで、もともと民主というのは、非自民、非共産でありですね、まあ、いつの間にか非自民、非小池と、 まいう形になっていて、えー、すり替わってるなっていう感じがいたしますし、私はやはり非自民非共産、まあ、特に、えー、外交や安全保障、エネルギー、えー、まあ、危機管理含めてですね、共産党とは考え方が言えれない。まあ、共産党の議員の皆様方、立派な方々たくさんおられますけれども、まあ、あの、議員の方々、リスペクトをする方々おられますけれども、 共産党という政党組織と共に歩むということについては、私は全く考えられないわけでありますが、まあ、昨日も東京都議会に行かれて、えー、立憲の会派だけじゃなくて、共産党の控室まで行って、まあ、花束をもらわれて、喜んでおられる姿を見て、なんだかなという思いをあの、まあ、持った次第であります。 これからは小池さんが、どのように対応されるかということが、私は見ものではないかというふうに思います。静岡の県知事選挙を見てもですね、自民党の支持者の3割以上が、鈴木康友さん、野党側の候補に投票されているということ。そしてまた、補選の結果を見てもですね、自民党支持者でも、 えー、今回は、まあ言ってみれば野党側に投票されている方々も多いわけでありまして、まあ萩生田さんと仲がいいそうでありますし、まあ首長から推薦をもらうというようなこともされているようでありますけれども、私は小池さんの魅力っていうのは、ご自身の発信力突破力だったと思うんですね。ですから、まあ3期目ですから、 あのまあ、今までと状況は変わったんだということなのかもしれませんけれども、まあ、今の状況を見てると、小池さんらしくないなというのが私の見ている状況であり、ましてや自民党や公明党の推薦までいただきます、えー、東京都の首長さんに推薦、まあ、推薦というか、出てくださいという出馬要請をさせる見せ方、まあ、こういうことをされると、 本来小池さんを支持をされていた東京都民、特にまあ無党派で小池さんに期待をされていた方というのは、どっちらけどん引きになる可能性があると思いますし、私はこれからの勝敗というものは、小池さんの対応いかによるというふうに思っておりまして、えーまあ、今のところはおそらく小池さん有利、 だと思いますけれども、それほど大きな差が開かないし、選挙っていうのは魔物で、魔物でありまして、私は選挙っていうのは、一回も自分自身が気を緩めたことはありません。えー、一瞬で雰囲気が変わります。それが選挙の怖いところでありまして、えー、私は小池さんの対応以下では、小池さんが負ける選挙にもなり得る。というのが今回の都市選挙ではないかと思っておりますので、まあそういう意味では、 まあ、八年間、ご自身が何をされてきたのか。そして、これから何をしようとされているのか。まあ、私は東京都民ではありませんけれども、今、誰か選べと言われると、ええー、まあ、共産党と組無連邦さんに入れるという選択肢はありませんので、えー、消去法になってくるなというふうに思うわけでありまして、まあ、そういう意味では、小池さんには懸命な対応を私は取っていただきたいなと。 えー、思っておりますし、原点に戻って、えー、一番初めにやはり、福までにたる東京、お、お、都連、自民党、あの時は内田さんという亡くなれた都議会議員さんや、あるいは森吉郎さんにいじりまられたわけですね。まあ、そういったことに対して、小池頑張れというのが、あの時の小池さんに対する期待だったと、私は思っておりまして、ま、ぜひ、 初心忘れることなく頑張っていただきたいなと、あいう思いでいるということは誠実、えー、ながら申し上げておきたいなというふうに思っております。私からは以上です。はい、それでは質疑応答とさせていただきます。ご質問のある方、挙手を持ってお願いいたします。 のと申します都知事選についてですけれども、今、共産党から支援を受けている蓮舫さんは、まあ、ちょっとなかなか応援できないというような趣旨の発言だったと思うんですが、となると、小池さんが出馬表明をされて、自民党が推薦を出さないのであれば、教育無償化としては応援する可能性があるという理解でよろしいでしょうか。はい。 まずは、統一会を組んでいる日本維新の会さんが、独自候補を模索するということをおっしゃっている以上は、えー、その両立ができるかどうかということを、えー、待つのが最優先かなと思っております。えーまあ、その後のことはまたその後のことで状況に応じて考えたいと考えております。現時点のことを申し上げました。はい

ええー、教育産の倍増、教育の無償化、自分の国は自分で守る、そして、経済のああ、賃金の上がる経済の実現と、まあ、いうことで、政策的には何の阻語もありませんでした。しかしながら、まあ、当時は、あまあ、与党との協調路線の中で、まあ、トリガーも含めてですね、ええー、まあ、それを模索していた。 まあ、予算に賛成してやったときに、まあ、玉木代表と二人であったときには、連立与党入りも考えるということを明確に私におっしゃったわけでありまして、また、様々な方からの、まあ、情報でですね、えー、やはり与党入りを目指していたということは、あの時点では明明白々であり、えー、そういったあ、私はやはり、えー、野党の立ち位置というものをしっかりと、お、明確にして、 そして、えー、もう一度政権交代を野党の皆さん方と実現したいという思いは全く変わっていません。ので、えー、そういう立場で今やれていることについては非常に、えー、立場的には私はあの気持ちがすっきりしていると思います。まあ、あの、馬場代表がですね、えー、可能性の問題として 自民党と組むことも選挙後にはあり得るということをおっしゃっておられます。まあ私は週に1回ぐらい定期的に2人で話をしますけれども、まあ昨日も2人で話をして、えー、その点は私は分かっているつもりでありますけれども、えー、まあそこだけ切り取られていると、つまりは選挙を戦ってみて、その可能性の一つを申し上げているわけであり、えー、それをまあ大前提としているわけではないということは私も確認をしていますし、 皆様方にも申し上げているとおり、私は馬場代表にも申し上げていますが、殺長連合が望ましい。つまりは立憲、維新という、まあ立憲さんも今、支持率が伸びておられるようでありますけれども、単独与党は難しいと思いますので、やはり政権を組もうと思えば、第二野党の維新と組むしかないと思いますので、まあその意味においては殺長連合が望ましいという立場は私は全く変わっていませんし、 自民党と維新が組めば、小選挙区は大阪、四かほ,ほぼ、まあ、和歌山、兵庫で1人ずつおられますけれども、あとは比例復活の議員が多い維新の皆様方が自民党と組むと、おそらく、まあ、私は結果的になくなる政党になるんではないかというふうに思ってますし、馬場代表にもそのことはお伝えをしていますし、 まあ、和代表もそのことは否定をされないわけでありますし、吉村共同代表も私と同じ趣旨のことをおっしゃっていると、まあ、いうことから、まあ、いろんな議論があるということの中でのことでありますけれども、まあ、私はやっ薩長連合しかないと。えー、政権交代を立憲の皆様方とお一緒に組んでやるということが、えー、私は望ましいと思ってますし、まあ、その立場に入れるということと、あとは教育の無償化を 実現するということを6人で、5人で言っててもですね、まあ、拉致が飽きませんし、えー、医師の皆様方もそれについては共有してくださっているということ、そして共同で法案が提出をできるということはですね、仲間が増えたという意味においてよかったですし、また、統一会派として質問の回数も増えて、時間も増えて、予算委員会、文部科学委員会などで、我々の主張が展開できているということについては、 私はあの今の党を立ち上げ、維新の皆様方と一緒に統一会を組ませていただいているということは、今の段階ではよかったと思っております、まあ、党維新の今後の党勢拡大ですね、候補者1人発表されましたけど、その後と衆、まあ、候補者というのはなかなか発表できていない状況です。 候補者擁立であったり、統制拡大に向けてどう取り組まれるのかというのと、はい、まあ先ほどおっしゃったその目指されている非自民、非共産の結集ですね、まあ、こうなかなか具体的に表にはなかなかこう表だって出てこないのかなという、まあ、こう立憲と維新、えー、がまあ選挙協力まで踏み込むというのは、なかなか難しいのかなと思うんですが、そこに向けてどう今後取り組まれていいくかをお願いします、まあ、表に出てくることはないと思いますね。 まあ、あの水面下でできるかどうかということ、あるいはもうされているかもしれませんし、されてないかもしれませんが、まあ、やれるとしても水面下であり、まあ、せいぜい、す、えーまあ、み分けということではないかというふうに思っています。まあ、あとは、どういう、まあ、連立与党を組むのかということでありますけれども、やっぱりこの段階においてはですね、 政治改革というものが共通のテーマになろうかというふうに思いますし、えー、外交・安全保障政策は、自民党、公明党の与党路線を基本的には踏襲するということを、私は立憲、それから維新を中心とする政権を仮に組むとなると、それを宣言すべきだと思いますね。 継続性が大事でありますし、他国との外交関係というものにおいて、まあ、これは私の原体験でもあるんですね。民主党政権ができる前に、えー、アメリカのフロノイという、えー、国防お次官が、女性の方ですけども、まあ、来られまして、まあ、政権交代が現実のものとなってきている中で、えー、アメリカ政府は、あーその、 民主党政権の日本政府とも、同盟関係をしっかりと堅持していきたいということを言われていて、野党の民主党として、例えばイラクへのまあアメリカが出撃をする艦船への給油とか、地域協定の見直しとか、そういったいろんなことを言ってたんですけども、彼女が言ったのは、ポケットの中に入れてる鍵をすべて机の上に置くなと。 え、相談をしながら一つずつその鍵を置いていくという作業を、え、していこうと。ま、いうことを彼女は言っていたのは私非常に、ま、印象的でございまして。ま、そういう意味ではですね、私は、え、政治改革は、まさにこの野党が今やっていることの最大公約数をしっかりまとめて政権交代をしたら、政党からの問題については決着をつける。そして、え、何よりも、外交安全障については、 あえー、これは継続性を大切にするということと、そしていくつかの政治改革具の観点。まあ私からすると教育の無償化、教育予算倍にして教育の無償化とか、まあそういったことについてまあしっかりやっていくということ。まあこういうことで、まあ連立与党を組んでいくということが立憲と維新中心ですね。まあやられるということが大事なことかなと私は思ってますので、 まあそこは、あの、馬場代表にも、えー、申し上げ続けていますし、えバ、ー、馬場代表も私の考え方は十二分理解されていると思いますし、えー、まあ、あの、役員の皆様方の発言を聞いていると、吉村共同代表とはそこは、あ自民党と組んだら、維新はなくなりますよという考え方は全く共通してますし、まあ、藤田官長の物言いもですね、 まあ、馬場代表とはうまく役割分担をされているのかなっていう感じがいたしますので、えー、維新さんとの関係においては全く心配してないというのが私の思いであります。まあ、さ去りながら、えー、先週の会見でも申し上げたように、まあ、我々は基本的には次の解散総選挙では、教育無償化を実現する会で戦うというのは基本路線でありますので、えー、そういう意味ではあ、候補者をどう拡大していくのかということは、 まあ、しっかりとやはり、えー、やっていかなきゃいけない、まああの、全く何もしてないわけじゃないんですよ、あの徳永館長があの、公募が来てるので、まあ、会っていただいてるんですけども、うんというような、えー、方が何人かおられるということで、まだちょっと我々のハートは静かににしてもくれるようなです、ね、後、え、者、ー、の方が来られていないということでありますが、そういう方が。 まあ、おられましたらまた手続きをしっかりやってです、ねまあ、皆様方にご報告を順次させていただきたいと、まあ、このように思っています北海道新聞の鶴澤します、はい、話題が全く変わって恐縮なんですけれども、昨日、参議院の長谷川学氏が特別委員会の委員長を辞任する意向を表明しました。この間の間体職員や 中央官僚に対する威圧的な言動というのが問題視されての結果なんですけれども、まあ、この件に関する受け止めもしくはまあ一般論でも構わないのでこう国会議員とまあ中央官僚との関わり方的な観点でもいいので何かご所感をいただければと思います、うんまあ、あのこれで思い浮かべるのが旧民主党の政権交代前のまあ高揚感の中で 役人叩きをやってたということについて、同じ感覚をこの長谷川さんに対しては感じますね。つまりは、これは全く間違っているんですけども、政治家は役人より偉い。役人は政治家の言うことを聞くべきだ。という誤った考え方の中で、えーまあ、物事を進めてきている、あるいは来ていた、あ旧民主党の議員たち。 そして、えー、長谷川学参議院議員。まあ、同じ、まああ、勘違いをしているのではないかと思っています。私は、あの、旧民主党政権交代前に、えー、外交安全保障の分野で主に次の内閣を担当しておりました。まあ、国土交通もや,やらせてもらいましたけれども、まあ、外交官に私、昔から知り合いが多いので、 私の知り合いから言われたことあるんですね。その政権交代前の、えー、旧民主党の部門会議で議員の前にお茶が並んでるんですよ。役人の前にお茶が並んでなかったんですね。だかこれあり得ないということを言われたんです。自民党のあの部会に行ったら役人のところにもちゃんと飲み物並んでますよと。我々を本当に ま、ともな、その役人以前として人間と扱ってもらってないということ。え、これについては、すごく憤りを感じると言ってくれた外交官がいまして、えー、ま、この間、定年退官で、ある国の大使を務めて、え、帰国を挨拶にして、来てくださいましたけれども、まあ、彼の言葉っていうのは、私は一生忘れることがないと思いますね。つまりは、ま、例えば、 テレビに映る皆様方のマスコミの前で、例えば、叱責を受ける。その、まあ、役人にも、家庭があって、そして子供さんがいて、お父さんがテレビの前で、えー、そういう叱責を受けて罵倒されていたら、子供がどう思うか、ということを、やっぱ考えるべきなんだと思いますね。旧民主党というのは、 まあ、その、政治度というものを間違って役人叩き、そして政治家が全てやれるという勘違いをしていた面があって、そういったところと私は、長谷川学さんは共通する勘違いをされていたのではないかと思いますし、まあ、そこには、あ根底には、やっぱり人間として対等に扱えない、 私はあ、むしろ心の弱さというか、あるいは、あまあ心のお貧しさというものが根底にあったんじゃないかと思いますし、まあ、ぜひ反省していただきたいというふうに思いますし、あの北海道道庁や札幌市役所の方々の話が出たときに、私の知り合いの別のあの館長の役員から、 いや、中央官庁でも同じことやってますよ、ということは聞いてたので、えー、こういう話が出るのは時間の問題だと思っていました。まあ、その意味においては、えー、長谷川学さんご自身が猛省されることは当たり前ですけれども、勘違いをしている議員は私は多いと思いますね。えー、ですから、この長谷川学さんのことをもって、自分自身も顧みるということを全ての議員がやるべきではないかというふうに思います。 がございますでしょうか。よろしいですか。はい。それではお礼終了させていただきます。はい、ど,うどうもありがとうございました。した今公明党さんどうなってるんですか。発言せず。え？発言せず。せずええー。ええー。